もゆうです。今回はまともな人付き合いがしたければ絶対に関わらない方がいい人の特徴を言っていきます。皆さんの身の回りにも誰でもかんでも仲良くしようとする人いませんか？自分の身の回りには小中高大会社入ってからずっと必ず一人はそういう人がいました。そういう人って自分の完全な偏見なんですけど、いろんな人と繋がってる俺すごいみたいなドヤ顔をする人しかいないんですよね。例えば会話をしてる時に誰かの名前がポンって出てきて、あ、その人俺の友達ってドヤ顔で言う人いません？あ、その人だったら繋がってるわとか、その人だったら友達だわみたいなことをドヤ顔で言いたいがためにあちこち走り回って頑張って友達を作ろうとする人がいます。おそらくそういう人はいろんな人と繋がってれば繋がってるほどステータスが高いって思ってるんですね。〇〇くんってめちゃくちゃ顔が広いねとか、めちゃめちゃ人脈が広いねって褒められて気持ちよくなるタイプです。あくまで完全に個人的な話なんですけど、そういう人昔からそんなに好きじゃないし、絶対に自分と波長が合わないんですよね。どうせそんだけ頑張って繋がってもほとんどの場合が薄っぺらい関係でしかないです。初対面ではないっていう程度のレベルの人が大量にいるイメージです。そんな薄い関係なんていくら作っても意味がないし、その中に大した人なんてどうせ一人もいないです。皆さん、面積が広い薄いピザか、面積が小さいめちゃめちゃ分厚いピザ、どっちの方が欲しいですか？絶対に面積は小さいけれども分厚いピザの方が美味しいし欲しいですよね。人間関係もこれと同じです。手ぼい人脈を薄く広く作っても何の意味もないんですよ。薄っぺらいクソまずいピザが完成するだけです。とは言っても彼らの生き方を真っ向から否定するわけではないです。どれだけ薄いつながりであっても、自分はこういう関係が広いんだっていう自覚そのものが自己承認欲求につながって幸せを感じる人もいるからです。人それぞれどういうことに幸せを感じるかっていうのは様々だし、どういう生き方をするのかっていうのも本当に自由です。ただ自分も含めてなんですけど、平凡な人生で終わりたくない、絶対上のステージに行くんだって思ってる人は、明確に関わる人と関わらない人の線引きは引いておいた方がいいです。しっかりと交友関係を持つ境界線を持ちながら、関わるところはとことん関わる、そして関わらないところはとことん関わらないっていう風にしてください。たまにいろんな人とつながっておいた方がいいとか、いろんな価値観を受け入れなければいけないとか言ってる人がいるんですけど、全然そんなことはないです。こういうことって自分の親世代とか学校の先生とかよく言いがちですよね。でも絶対に信じなくていいです。人間関係というものは人間の精神的な面に大きく影響を及ぼします。なので自分と合わない人とか、付き合っていて自分のマイナスにしかならないような人はすぐに切り捨てちゃっても大丈夫です。全員と仲良し恋しする必要なんて全くないです。そこで今回は特に関わってはいけない人の特徴を2つ言っていきます。この動画を最後まで見て、皆さんも今一度自分の交友関係を見直してみてください。ここで本題に入る前に一つ謝りたいんですけど、さっきから背景の明るさが結構頻繁に変わってますよね。今この動画は引っ越しの関係で Airbnb のマンションから撮影してるんですね。それで今撮影場所が太陽の光がどうしても入ってしまう場所しかないんですね。それで太陽の光の入り具合でさっきからちょこちょこと背景の明るさが変わっちゃってます。動画の序盤から気になってる人がいたかもしれないので一応触れておきます。ちょっと話が脱線したんですけど、気を取り直して関わってはいけない人の特徴について話していきます。まず一つ目の関わってはいけない人の特徴は、お金と時間をとにかく奪ってくる人です。これは何がまずいかというと、相手側に何の悪気もないことです。よし、今から相手の作業の邪魔をするためにカラオケに誘ってやるかとか、飲み会に誘ってやるかとか思ってる人は一人もいないです。これに関しては自分はお金と時間を大切にしていっぱい作業をしたい、向こうはお金と時間を使っていっぱい遊びたいっていう風に価値観が違うだけなんですね。だから相手に悪気なんて1ミリもないんですね。悪気がないからこそ向こうはいっぱい誘ってくるし、悪気がない誘いだからこそこっちも断るのがなんか抵抗あるっていう人がいっぱいいるかもしれません。特にこれまで小中高大とずっと集団行動をしてきて、一人で黙々作業をしたりとか、一人で単独行動をしたりとか、そういうことをしたことがない人は、こういうお金とか時間を奪ってくる人との関係を断ち切るのはかなり苦労するかもしれないです。自分の場合はこれまでの人生一回も集団行動をしたことがないので、断ち切る人間関係がそもそもないので全然大丈夫なんですけど、多くの人はそうじゃないですよね。おそらく皆さんの場合は自分と違って、小学校、中学校、高校、大学、そして会社に入ってからの同僚とかかなり広い人間関係を持ってるはずです。でも自分は絶対に上のステージに行くんだとか、平凡な人生で終わりたくないんだ思ってるんだったら、心を鬼にして時間とかお金をやたら奪ってくる人は絶対に切らないといけないです。何をするにしたって一人で黙々と作業する時間を取らないと絶対に成果は出ないです。これは断言します。もしこれから何かの本気で取り組んでいきたいんだって思ってるんだったら、自分が本当につながっておきたいなと思ってる人以外は全員パルル並みの小態度で OK です。皆さんも今頭の中に思い浮かべても LINE の友達を見てもいいんですけど、本気でつながっておきたいと思う人ってほんの一部だと思うんですよ。ただ相手に対して使用対応をするとか関係を切るとか言ってますけど、相手を傷つけちゃダメですよ。やたらといろんなことに誘ってきたりとか電話をかけてきたりとか、そういう人って自分にとったら迷惑でしかないんですけど、ただその人にとったら何の悪気もないので、もう連絡してくんなバカ野郎みたいなことで傷つけるのだけは NG です。そこで皆さんが取るべき行動は、正直に現在の状況と自分の気持ちを伝えることです。例えば今エンジニア転職を目指していて、3ヶ月間プログラミングを本気で勉強したいからしばらく遊べない、ごめんねとかです。自分の正直な状況、正直な気持ちを言って、それを応援してくれる人、そして落ち着いたらまた誘ってくれる人が本物の友達です。ただただ人数合わせで誘ってきたとか、空気を読んで誘ってきたとか、
とりあえず人数が多い方が場が盛り上がるからっていうアホな理由で誘ってきたとか、そういう人とは別に繋がらなくても大丈夫です。こういう薄っぺらくてくだらない人間関係っていうものは、自分の気持ちとか状況を正直に答えて断り続けているうちにどうせ連絡は来なくなります。こういう時に自分の本物の友達なのかそうじゃないのかっていうのははっきりとします。自分は今こうこうこういう状況でしばらく遊べないんだよねって言った時に、本物の人は絶対に応援してくれるし、また誘ってくれます。こういうテーマで話していると、自分はめちゃめちゃ人間関係を軽視しているやつなんじゃないかって思うかもしれないんですけど、むしろ逆です。自分は誰よりも人間関係を重視しているからこそこういうテーマを話してるわけです。本当に人間関係を大事にしてる人だったら、自然と狭く深くの関係になるはずですよ。小学校の時も友達100人作りましょうみたいなことを言う人がいますよね。歌にも出てきますよね。でも普通に考えて100人も自分と気が合う人なんているわけないんですよ。無駄に人間関係を広げたところで雑音が大きくなるだけだし、トラブルも起きやすくなるだけです。そして都合のいい時に結婚式に呼ばれてご祝儀の養分にされるだけです。これから長い長い人生を生きていく上で、お金のような有形資産に加えて人間関係のような無形資産も同じぐらい大事になってきます。そしてその無形資産の質こそが自分の幸福とか有形資産の形成に大きく影響を及ぼすわけです。薄っぺらく人とつながっていて雑音だらけの人間関係を持っていると、自分の幸せにもつながらないし、しかも有形資産の形成にもかなり邪魔になりますよね。だから繰り返しになりますけど、つながる人とはとことんつながる、そしてつながらない人とはとことんつながらない、これを明確にしていきましょう。二つ目の関わってはいけない人の特徴は、何でもかんでも否定してくる人です。これに関してはさっきとまた種類が違って、人生で本気で関わってはいけない人です。人生で生きていくにあたって、このような人は極限まで排除するべきです。さっきまで話していたお金とか時間を奪ってくる人は向こうに悪気はなかったですよね。でも何でもかんでも否定してくる人は悪気しかないです。何でもかんでも否定から入ってくる人とかは、自分が偉いと思ってるか、自分がマウントを取りたいとか思ってる人しかいないです。そしてそのような人は生まれ育ちが悪かったのか、教育が悪かったのか、とにかく性格が歪んでいるので、できるだけ離れた方がいいです。皆さんも周りを見渡してみて、何でもかんでも否定してくる人っていませんか？自分の顔のことを言ってくる、体型のことを言ってくる、頭が悪いって言ってくる、もうこんな人最悪です。あとは自分の何か目標とか夢を語った時に、そんなのお前には無理だって汚い笑い声を上げながら否定してくる人いませんか？こういうのは本当に人権を無視したコンプライアンス違反だし、言葉を選ばずに言うと、そういう人は本当に人間のクズです。アズカバンに50年ぐらい収容された方がいいレベルです。自分の場合は万が一そういうことを言われたとしても全く気にならないマインドがあるんですけど、ほとんどの人はそうじゃないですよね。こんなしょうもない人間のために皆さんのモチベーションが下がったりとか、人間としての自信を失ったりするような事態はあってはならないんですよ。身近にもしそういう人がいるのなら、絶対に関わらないようにすぐに逃げましょう。それが一番です。我慢するとかその人を変えるみたいな選択肢はないです。とにかく逃げてください。これが一番賢明です。我慢すると自分が傷つくだけだし、その人を変えるって言ったって、その人を変えてあげる義理なんて1ミリもないですよね。その人から離れるって言っても、学校とか会社みたいに簡単に離れられないコミュニティってありますよね。そういう時は絶対に誰かにすぐに相談してください。信頼できる友達、先輩、上司です。一番やってはいけないのは一人で抱え込むことです。相談相手として一番いいのは、やっぱり信頼できる上司とか先生です。その人が発言したりアクションを起こすと何かが変わりそうだって思える人です。信頼できる友達とか先輩とかでもいいんですけど、相談することによって気休め程度にはなっても根本的な改善につながることは少ないです。だから相談相手としては役職が高い人、目上の人、そして発言権がある人だったら一番いいです。もしそういう人が身近にいないんだったとしたら、次のアクションとしてはもう逃げるしかないです。メンタルをとにかく鍛えまくってガードすることもある程度はできるんですけど、ただ毎度毎度言われると絶対にダメージは少なからず蓄積していきます。なので自分がメンタルを鍛えて我慢すればいいんだっていうのは全然得策ではないです。部署移動を申し出る、転職をする、学校に思い切っていかない、もうこれでいいです。そんなどうしようもないやつがいる場所に、わざわざ皆さんの貴重な人生の時間を割いていく必要なんて全くないです。そんな場所にわざわざ行かなくても、皆さんの力を一番発揮できる場所、皆さんの自分らしさを一番出せる場所っていうのは他にも無数にあります。皆さん地球上に仕事っていくつあると思ってるんですか？35億とまでは言わないですけど、無数に仕事がある中でわざわざストレスが溜まるような場所に行く必要なんて全くないです。気にせずすぐに逃げて居心地のいい場所に移動しましょう。周りには自分の事情を話せばしっかりと理解してくれます。ここまでの話をまとめると、絶対に関わってはいけないのは何でもかんでも否定してきて自分を追い込んでくる人です。そして今まさにそういう人に対してストレスを抱えて苦しんでるんだったら、信頼できる先生とか上司にすぐに相談するようにしましょう。そしてそれでも解決しなさそう、もしくはそういう人がいないって言うんだったら、全速力で逃げましょう。もうそれしかないです。ここまでの話で、人生において関わらない方がいい人の特徴について2つ話してきました。関わらない人の特徴って2つしかないの？と思ったかもしれないですけど、この2つが一番クリティカルなんですね。他にも関わらない方がいい特徴っていっぱいあるんですけど、ただこの2つほどクリティカルではないし、いっぱい話しても内容が入ってこないじゃないですか。皆さんも今自分の交友関係を思い浮かべてみて、やたらとお金とか時間を奪ってくる人、そして何かをとにかく否定してくる人に絡まれてたりしませんか？大きな目標に向かって継続的に走っていくためには、身体的な健康、精神的な健康、お金、時間、この4つが全て必要不可欠になります。今回紹介した絶対に関わらない方がいい人っていうのは、この4つを平気で奪ってきます。
人生において関わらない方がいい人の特徴というものは今回紹介したもの以外にもいっぱいあるんですけど、とにかく自分の身体的な健康、精神的な健康、お金、時間、これらが奪われてないかどうかっていうのを判断基準にしてください。人間関係というものはお金と同じぐらい人生に大きな影響を及ぼします。主張するときは主張する、逃げるときは逃げる、絶対に皆さんの貴重な人生をくだらない人間に台無しにされてはいけないです。特に今回2つ目に話した人格を否定してくる、体型を否定してくる、夢を否定してくる、こういう人は本当に気をつけてください。逃げるは恥だが役に立つっていう星野源とガッキーのドラマが流行りましたよね。でも自分からすると逃げるは全然恥でも何でもないです。逃げるは恥でもないし役にも立ちます。人っていうのは自分が身を置く環境によって何もかもが変わってしまいます。そしてその環境変数の中でも人間関係というものは特に大事です。これからどんどん自分がレベルアップしていくにあたって、今一度皆さんの身の回りの人間関係というものを見直してみてください。それでは今回の内容は以上です。このチャンネルでは副業とか自己啓発とか資産形成とか皆さんにとって超役立ちの情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは。